日本だけ、はい、日本の政治家と日本のマスコミだけ、はい、僕バカじゃないかって昔から思うんですけど、はい、いや韓国は許さないでしょうとか、はいはい、中国が許さないでしょうとか、はい、アジアの国が許さないでしょう、まあ、でも絶対 北朝鮮とあの中国と韓国のことなんですけど特はですね特はのことなんですけど、はいはいはい、アジアの国々が許さないでしょうってバカじゃないのって思いますよね日本は日本の都合で考えないと、はい、いろんな国はもう各国自分の国の都合でみんな考えてるわけですから。それはでも僕も今回ちょっと行った時に非常に感じ、はい、まあ、最近通説するところがあるんですけど、はい、日本が何をしたいかっていうところよりも、はい、まあ、日本の特にこれ外交系の人たちの話も聞いてもそうなんですけど、うん、むしろ他の国にどう思われるかっていうところに、うん、これは日本人の特性なのかもしれないですけど、はい、非常にやっぱりリソース書いてるなって、リソースをかけてるなっていうふうに思うんですよ、うん、はい、日本が何をしたいかが最初じゃなくて、そうそれは中心にないんですよ。そうなんですよ。だから相手の国がどう思うかが国益だっていうふうに考えてて、こっちが何をしたいのかっていうのを、うん、なんか言うのをなんかはばかれるような雰囲気が、はい、まあ、学者の方たちとやっぱ話しても、うん、ね、なんかそういうのを感じますよ、ね、だから日本からそういう文系の学者で世界に通用する理論を出す人はいないですよね。理系だと研究結果でこういう iPS 細胞とかね、そういうのはあるけれども、経済理論だとか、はい、その哲学が入るやつっていうのはまず無理だよね。ですね、もう日本人からあの最近現状、はい、あのいろいろそのはな、ちょっとワシントン行ったりとかしていろいろ話してちょっと気づいたところなんですけど、うん、はい、今やっぱり海外で安全保障関係、うん、もしくは外交系のことについて英語で発信できるのって、うん、日本でおそらく一人ぐらいしかいないんです。船橋陽一さんです。朝日の、はいはい、ね、あの人ぐらいなんですよ、うん、フォーリンアフェアーズとかに定期的に書いてる、書けるのはね、はい、で船橋さんですよ、はい、残念じゃないですかそれ。お踏み込んだね今日。いやだって船橋さんって基本リベラルじゃないですか、リベラルですからね、まあ、だから日本が生んだという意味では、はい、そういう世界観としては船橋陽一さん、はい、正しいのかもしれないですけど、それぐらいなんですよね、はい、海外で本当にあの一応こう認められて、あのフォーリンアフェアーズにも書いたら掲載させてくれるっていう、はい、ここは痛くないですか。ここはやっぱり新次奥山が行くしかないじゃないですか新次来たら新次。いや本当ね、なんかね、はい、情けない現状ではありますよ、はい、はい、本当に、そうですね、そこなんですよね、はい、やっぱりリアリスト系の人で、うん、外で書ける人ってやっぱりなかなかいなくてですね、うん、いやーまあ、あのもちろんオプエドみたいな形でいろんなところに意見記事書かれてる方いらっしゃいますよ、はい、もちろん英語で、うん、はい、ただやっぱりその国際的にやっぱり声聞いてもらえるって言ったら、今のところ僕今の現状だとやっぱ船橋陽一さんぐらいになっちゃってるのかなと、冷静に見るとね、はいはい、だと思います、はいはい、だからまあちょっとね、まあ、日本はもう要するに法改正しなきゃ核武装できないわけで、はい、核武装自体は、はい、あの要はやろうと思ったらすぐできるってことですよ。あ、まあまあ、やるって言ったらそれは技術的には全然可能だと思うんですけど、さすがにそのやっぱ政治的リスクがいろいろ NPT 脱退しなきゃいけないとかいろいろあるんで、はい、防衛省の中では、はい、豪さえ出たら何日でできるとかそういうレポートがあったりとかしないの。いや、あるんじゃないですか。僕知らないですよ。どこの山で実験するだとかそのもう どこにそのつ何何濃縮ウランを貯めてね、貯めとくどこでどういうふうにするとか、はい、そういうプラン、そのもう政治家安倍さんがね、よし核武装だと黙ってらんねえと言わなそうだけどな、はい、まあ、俺は金平許さねえと、はい、かかってこいよと金平許さねえ言ってすぐに言わないな、こうバーって決めて、はいはい、例えば2週間でできるとかね、はい、なんかそういうその何、ね、レポートを、はい、ってないんですか。いや多分民間とかでやってるところあると思うんですけど、はい、うん、僕が知る限りではないですね、はいはい、全くないと思います、はい、ただ可能性としては多分おそらく共有としてみんなできるとは思ってると思いますよ、はい、だから濃縮ぐらいは、うん、はい、ただそれで実験の段階のところでやっぱりどこで実験させてもらうのかという場所とか、はい、うん、やっぱり政治的リスクですね、はい、そっちのことを考えると、うん、そう IAEA 査察も入ってますし日本は、はい、なかなか厳しいんじゃないかと思いますよ、うん、はい、ただ技術的には僕は、うん、技術そのものは全然僕はいけるんじゃないかと。 IAEA なんて関係ないじゃないですか。もう日本がやるって言ったらもう全然、まあ、まあ本当はね、そこいやだって北が持ってて、はい、北が日本に撃てるミサイルも持ってて、はい、日本を脅してきてて、はい、
何火の海にしてやるまで言ってるわけですから、火の海は言ってます、そこまで言ってるったら十分に IAEA を追い出すぐらいの口実は全然あるわけです。ただ問題はやっぱり日本国内 の, その学者の人と有識者もしくはその政治家も含めてですね、どこにポイントがあるかというと外なんですよ。でしょ、つまりだから自分たちが何するか、自分たちが何をするかっていうことを考えてる日本人はあんまりいないと思います。国民の安全性をもとに逆算して考える人はいないですよ、はい、逆算っていうか、はい、そこから積み上げるのもそうじゃないですか、うん、日本国民の都合を考えてから言わなきゃいけないのに、うん、外の他の国の都合で、うん、でもそんなんだったらいつまでたっても許してくれるわけないじゃないですか。で、ね、僕がその、はい、あれですよ、うん、自分の、まあ、僕ほら某学校で授業をやってるじゃないですか、はい、すで、はい、留学生がいるんですよ、うん、で留学生の前で僕、うん、授業して去年かな、はい、去年の前年度の、うん、授業をやった時にですね、うんうん、やっぱアメリカ人のあれ女の子かな、うん、はい、1人いたんですけど、うん、結局日本は何したいの、私たち別にアメリカはあなたに対して何も言わないわよと。それですよ。いやでも本当それな、僕はそ彼女やっぱ本質いいこと言ったなと思って、留学生からしてみたら、ええ、日本のその学者たち、はい、バカじゃねえのって思うと思うんですよ、だって日本側の国益で考えてそういうことやってないわけでしょ、はい、こっちが何したいって日本は持ってないですね。でしょ、ね、それ言わないわけじゃない。言わないです。いや、それってバカじゃないよって話。意識はだからないんですよね。そうそうそう、はい、意識はないんですよ。ですよね。はい。はい、だから、その、外が何をするかに、だ、うん、これよく噂でも聞きますけど、ワシントンとかいるじゃ、はい、行くじゃないですか。そうすると、その、日本の外交官がまずいろんな何か案件が一回事件が起こるとするじゃないですか、国際的な、まあ、911とか、そういう時に日本の外交官はとにかくまず情報を集めに行くって、で向こうがこの状況を把握してから日本は何をできるかって考える。ところが韓国とか中国はまず私たちこれやりたいですって訴えかけに行く。そうでしょ、そうでしょ、それ日本の場合はやっぱりその教育我々受けてるから、はい、どうしてもその外側がまず何をするのかってお伺いするわけですよ。いや教育受けてるというか、それがその日本人は自分で考えたことをやっちゃいけないようにされてるってだけ、ね、されてるもそうだし、僕もだ教育システムの中に僕それ一つあると思うんですよ。確かにね、というのはね、そうね、みんなのことを考えてとか全体を考えてっていうのがまずで、それが如実に外交官 の,、はい、考え方とかにも全部出てると思う。大人になってもそれが出ちゃうっていうのはおかしい、はい、俺がこれしたいって、そう、奥ゆかしさって取ればいいと思うんですよ、はい、僕もだから、うん、それは もしかしたら本当に奥ゆかしさ なのかもしれない、はい、ただそれだと逆にこいつら何考えてるのかわからないって言われるのは本当はこれ確実なんです、うん、はいはいはい、でそういう教育我々受けてないじゃないですか、うん、それが痛いですよね。本当いつも思います。僕はそこは。なんだろうね、はい、このやっぱりほら幼稚園とかで教育、うん、ママの話とかってなんか横で聞いてたりとかするとですよ。うんうん、とにかく一番心配するのはうちの娘が迷惑かけてないか、迷惑をかけないように、はい、なんとかはい、してほしいみたいなこと言うじゃないですか。うん、はいはいはい、なんか自分から何をさせたいとかそういうことよりも、うん、とにかく周りに迷惑をかけないことにすごくこう意識を注ぎますよね、うん、親御さんっていうのは基本的に、はいはい、そこがやっぱりあるのかなっていうところですよね、うん、はい、なんかねちょっと、どうしようもないなっていう感じ、自分の意思がないのかもしれないです、うん、とか自分の意思よりもとにかく状況に合わせてやるっていうところに全てフォーカスしてるから、まあ、そうですね、それ、一つの美徳もしくは本当の戦略なのかもしれない。だから結局いやいや、でも状況を打破することはできないってことですよね。できませんね。情報の中から、ね、状況の中からしか選択肢はないってこと。だから枠組みをまず知りたいんですね。枠組みを変えようっていうのがないわけですから。枠組み変えるはないですね。そうですよね、はい、だからそれがないから戦後の政治家が核武装どころか憲法改正もずっとできないし、はい、これ自体おかしなことだっていう人は少ないというところですね。そうですよね、はい、まあ戦略系のことをちゃんと勉強したいなというふうな人のために番組やってるんですけれども、はい、CD 授業としてね CD をやってまして、はい、それは戦略の階層から入って戦略の勉強をしていただけたらと思ってますけれども、はい、ぜひここからスタートしてですね、未来予測と戦略 CD とかになってますんで、ぜひ、そしてリアリスト入門、それからルトワックの一発逆転の非常識な成功法則、戦略三部作のクラウゼビッツ戦争論、そちらもね、これも、はい、日本では誤読されておりますので、
はい、で地政学、これは日本にはないです、はい、はい、それから孫子の兵法、これもちょっと、はい、やや日本のは誤読されてる、はい、ということで、はい、ちゃんと解説をしているのがありますので、はい、ぜひ聞いていただけたらと思っております、はい。